グストリーマーはフリーのマルチメディアフレームワーク。C 言語で記述され、主にユニックスで開発されている。ビデオ編集ソフトやストリーミング、そしてメディアプレイヤーなどのようなマルチメディアアプリケーションのベースとなる機能を提供する。クロスプラットフォームとなるよう設計されており、Linux、Solaris、OpenSolaris、f r e e b o o d o p e n b o d MacOS、Windows、OS、 400乗で動く。各となる部分以外では、プラグインのライブラリー群で構成されている。動的にロードされ、主々のコーデック、コンテナフォーマット、出力ドライバをサポートしている。他のプログラミング言語では、Python、b o a C、Parl、GNU ガイル、Ruby などにバインディングされている。GNOME デスクトップ環境は、 グストリーマー技術の最初のかつ主要なユーザーであり GNOME のアプリケーションがマルチメディア機能を実装するのにこのフレームワークを利用するよう支援した。KDE のメディアプレイヤーであるアンロックなど他のアプリケーションもこれを利用している。KDE のバージョン4ではこれが標準のマルチメディアフレームワークとなる予定であったが頻繁にアビが変更されるため KDE では新たにホノンが開発されることとなった。ホノンではバックエンドとしてグストリーマーを使うことができる。グストリーマーはスマートフォンやタブレットなどの組み込み機器でも利用されていてパームプレ、前も、事前などで使われている。グストリーマーは CPU によるソフトウェアコーデックも利用できるし、オープンマックスイル、ディレクショクイックタイムなどを経由して、 オペレーティングシステムのコーデックを再利用したり、ハードウェアコーデックを呼び出したりすることもできるし、フンペグ経由でそれらのコーデックを利用することもできるし、ビップベンダーのハードウェアコーデックのプラグインを利用したり、することもできる。このプロジェクトは、freedesktop.org でホストされており、フリーなデスクトップ環境間での相互運用性を、 改善することや技術を共有することを目的としている。このプロジェクトは1999年に英陸、ウォールシーンソンによって設立され、オレゴン大学院大学の研究プロジェクトから多くの核となるアイデアがもたらされた。ビム・テーマンズはすぐにプロジェクトに参加して、以来システムを多くの面で拡張した。世界中の多くの人が様々な面で貢献した。 リッチランという組み込みリナックスの企業で働くブロック、A フレージャーによってロゴがデザインされた。この企業はエイリークオールシンソンを小型機器にグストリーマーを組み込む方法を開発するために雇用するという形でグストリーマーの最初のスポンサーとなった。ありがとうございます。